の話がいきなりこうして、うん、で終わった後別の会合で会った時に「絶、は、好、い!」って言われてね、あもう1年半前ですからね、あまあまあいいとして、まあそれはいいとしてだからね、健康食品業界ね、変なもう外野でこういろいろ詳しくなってね、ほんと怪しい業界だと。ところがだから27年前から付き合い始めて、うん、まあその時はまだ救済やつやあれだったね、どん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 時代と思うんで、もう上場会社大企業はほぼ 100% 健康食品事業やってるし、うん、まあ要はそう、まあ、ちゃんとした業界にこうなっていったわけですよ、わ、うん、かるでしょ、うん、ね、はあ、で彼はもうど真ん中にいたわけですよ、うん、まあ、最初は竹内にいて、ね、まあ、怪しい健康、クロレラのね、ガンが効くって言われてたクロレラの訪問販売会社にサラリーマンで間違って入って、ガンに効くんだって、あれ山口組でしたからねその会社が、 あれ山口組のフロントカンパニーだしびれたよねそれはこれでやっぱガンに効くクロレラだった、いやだから怖くなかったんだな、あその本人たちがね、本人たちはね、俺は怖かったけどねそれでも素直に信じたでしょ、いや信じてないですいや一番最初信じてない、信じてない、あそう信じてない、あでも何もう玄関開けたら、あこれも悪徳やなと思うとこうね、そう玄関閉めて帰りたくなるぐらいのオーラが漂ってましたその会社悪いオーラがまあいいや、まあそこ、まあでもすぐ辞めたよね、すぐ辞めましたね、あいやいやでも2年、2年半ぐらいいましたよ、あれおそんなにいた、うん、2年半ぐらいでした、なるほどな、うんうん、まあそこに行ったとか、うん、まああとねイベント会社行ったり、あとはその雅か、うん、あそのサラリーマンで入った時にいちごミルクダイエットっていうね、うん、でさっき俺気づいて、え太郎ちゃんのコンサル大成功の一社がライザップの創業期なんですよね、うんうん、ライザップは一番最初は、うん、ドロアワーとかダイエットクッキーとか豆乳クッキーダイエットですね、豆乳クッキーダイエットがね、うんうん、売ってて、それを提案したのが太郎ちゃんでね、いちごミルクダイエット豆乳クッキーダイエット一緒やもんね、そうそう一緒だって気づいた、いちごミルクダイエット豆乳クッキーダイエット一緒でしょそうネーミング五感がね、ネーミング僕で、であそっかいちごミルク自分の成功のやつをライザップ提案したんだなと思って、うんうんうん、もともとはねあれおからクッキーだったんです名前ね、うん、名前がね名前がだから僕が提案する前におからクッキーっていうのはあったんだけど、うん、あのお父さんがなんだっけ小屋の瀬のちょっと先のあのと小屋の瀬の間ぐらいのねあのパン屋だからなんだっけライザップ あの社長瀬戸さん、あ瀬戸パン知ってる人、あ北九だからね、北九州の人は結構ねあのよく知ってると思うけどね、で瀬戸パンのお父さんが要するに不眠だったと思うわけ、息子が売り上げ上げきらなくてね、それでそのおからクッキーをその暇な時に焼いて、そしてあの子供に息子にタダであの送ってたんですよ、それでそれをそのなんだ展示販売してた、あのデパートの上とかの催事場でね、これ売ったらいいじゃないって言ってそこから来たんですよね、あ、うん、最初今のライザップの社長が売ってた、うんうん、え大豆ハイガー、ああそうそうそうのサプリ、そうそうそう、それはやめろって言ったんや、ね、そう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 、あれなんかハイジク、うん、大豆のハイジクっていうね商品名がハイジクっていう名前なんですよ、売れるわけないの売れるわけないライザップの最初の商品が、おうその時に、うん、そうあの最初のツアーの方を呼んで声がかかってきたよね、違う違う僕が、ビッグサイトで東京ビッグサイトで、うん、東京ビッグサイトの健康あれなんだっけな健康食品産業新聞のに僕の友達いたんですよ、あの記者でね、あの波木君っつって今どっか行っちゃったんだけど、でその波木さんから僕はそのお願いされて、その会場のなんか真ん中にですね、なんかあのデパートの屋上の催事場みたいなのがあって、でそこであの40人ぐらいに講演をしてくれって言われて、ね、それで講演をしたの30分ぐらいの小さいミニセミナーをしたの、その時に奥さんが見に来てて、それであのセミナー終わった後に名刺交換するじゃない、うん、で名刺交換した時にあの実はちょっとうちの会社に来てもらえませんかと、でもそこで声がかかってね、でそれで一緒にあのなんだっけゆりかもめ乗って直
ね、新橋まで帰ってね、うん、でじゃあ今度行くねっつって1週間後ぐらいに行って、でその1週間後に言ったのがその2つなんですよ、もうやめなさいと。でもう一つあったのはね、あの悪い大人に騙されてて、取締役がね5人、うん、4人、本人以外に4人ぐらいついてたんですよ、うん、でそれのね年収がね、売上全然ないのによ、月50万とか持っていくわけ1人だから4人払って200万でしょ、うん、だから1年でねえどうする、そんなまだ創業期よね、創業期だから彼は偉くて、あの最初資本金5000万ぐらい作ったんでね、だから1年ちょっとぐらいでほとんどすっからかんになって、うん、もう2ヶ月後には給料も払えないからどうしようかっていうところで僕に声かかって、僕が一番最初にゆりかもめで言ったのが、あ全員クビにした方がいいと、うん、って言ってね、でゆりかもめでね、ゆりかもめで奥さんが今の社長に、岡崎さんという人が取締役は全員クビにした方がいいって言ってると、でコンサルを受ける受けないの条件はそれだと、それで、切ったら電話してって言ったら、その場で、あ今切りますって言ったんでじゃあ1週間後に行くねって言って行ったんだよね、うん、そういう世の中どこにも出てない話ですけど、うん、どうでもいいね、いやでも決断力があったってことだよね、瀬戸さんがね、で商品はそのん、これもちょっといろいろあるんですけど、もともとそのおからクッキーはですね、あのパン職人が、あの当時の広告にも書いてあったけどね、あのお父さんのなんかコック帽かぶったお父さんが出てきてね、パン職人が作ったんで美味しいですって言ってたんだけど、うん、僕が食べた時にあこれダメって言ったんですよ。でなんでかっていうと、小麦粉いっぱい使って、その砂糖も使って作ってるから、あのこれじゃダメと。だからあのまず小麦粉をやめる、だからレシピを変えてくれと、だからあの砂糖も使わないようにしてくれ、なるべくね、極力あのなんだっけアスパルテームとかいろいろ甘いのあるじゃないですか、ダイエット甘味料みたいなやつ、そういうの使ってくれとか、それから味が1つじゃ飽きるから味は4つ作ってくれとっていうのはね、その1回目のコンサルティングの時に言ったんですね、うん、だけどね実際問題蓋開けてみたらね、もう会社はお金全くないんですよ、うん、全くもうこのままいったら2ヶ月後潰れちゃうっていう状態だったんでね、だからもう俺はこの会社潰れるなと思った、うん、実は、うん、だけど、まあ、なんかやることないですかねって言うから、じゃあインターネットもね全然やってなかったんですよその時ね、だからヤフオクとかやったことある君って言ったら、いやないですと、あじゃあヤフオクがいいよ、ヤフオクでやんなよって言って、お金かからんしと、お金かからんしヤフオクでやんなよって言ったら、2ヶ月でね300万ぐらい売ったんじゃないかな、うん、そのゼロからですよ、で大したもんだなと思ったら、そのもう半年後には楽天を始めて、その1年後には健康食品で1位かなんかだったじゃないかな、うん、だからそこから快進撃だったもんね、うん、3年で60億ぐらいいったんじゃない、うん、もっといったかな、70億ぐらい、3、4年で100億ってね、まあ、そうだよね、それで上場したんだよね札幌の、まあ、あれ裏口上場みたいなもんですけどね、ね裏口入学みたいなね、ベンチャー市場でね札幌の、うん、まあ、全くダメよね、だから、まあ、余計な話になるからあれだけど、はい、まあそういうことで、20分も経っちゃったこのペースで喋っていったら3時間なんじゃない話やけど、何も持って帰るとこないもんね、いや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 とりあえずね、どうですかね、いやいや僕はね、30分ぐらいね岡崎さんの、いやいや企業ストーリーを、いやいや そんなのはいいですよ、あのいやただね、ホームですから福岡、我が町福岡で、あんまりやることないんですよ、僕が自分でやってる勉強会があって、福岡と東京でやってる勉強会があって、うん、それだけはずっとやってますけど、うん、それ以外でですね、福岡で呼ばれたのなん、呼ばれたとか自主開催なんてもう10年ぶりぐらいじゃないですか、うん、だから今日こうやって初めての方がざっと見ると8割ぐらいいらっしゃってね、誰だこいつと思ってらっしゃると思うんですけど、いいご縁にねできたらいいなって本当に思ってて、はい、で2次会3次会4次会明日僕何もないので、はい、もうずっと付き合うつもりで今日は来ております。
はい、であのうちの事務所も片付けてきたんでねあの終わってぐるっと回って俺ん家来てもらって俺ん家でいっぱいまた飲んでもらってあの安いもんですよ今日ね本当にあの付き合っていただければねもう限りなく安いセミナーだと思いますけど、であの茅野さんとねせっかくやるんでちょっと掛け合いじゃないんだけどちょっと上手に Q を出してもらって僕は上手に喋るっていうのがやってみたいなと。あ、いいよ打ち合わせしてないからね、まあ、これもまた困っちゃう。なんかその前になんか聞きたいこと岡崎さん。まずいや、まあ、何が何かわからないから分からない。あ、どうだ。あの、はい、今、はい、何を考えて生きていらっしゃるのかな何をっていうのはその自分の中でのこれから その自分が生きる目的みたいなところってどこにあるのかな。目的はないね。うん、目的はねない。うん、あのなるべく目的は幸せになりたい。あのいや今もう幸せよ、はい、十分幸せ。昨日もスリランカから帰ってきたばっかりですごい幸せだけど、あの今の幸せをゆっくりもう少し幸せでいたい。だからあの健康が大事ね、まずタバコはやめる、酒もやめる。いや酒はねやめられんちゃんね。一番冒頭でね、僕の資産は一気に数億円になりました。ああそうそう、これは初めてね、ちゃんと自分で書いたのは言ったりした。あんまり言うと税務署来るからね。あんまり結構ちゃんとやってるでしょ。いやちゃんと納税しましたよ。じゃぶっちゃけ今何億ぐらい。いやそれはあの数億です。数億、数億、はい、数億。え、5億と10億間。いやいやいや、もうもっとした。いやでもね、言っていい、はい、中小企業やってて普通社長やってたら、うん、会社全部生産